とうございます。よろしくお願いします。長い試合数の中でこうやって、怪我人も少なく、そしてチームまとまって一丸となって優勝できて、初優勝ということ で男女アベック優勝初だと思うんで、そこは本当にもうみんなの力だと思う、誇りに思って、いいと思うん でまた、明日から、切り替えて次は委員会が待ってるので、ここからがスタートラインだと思うんで、しっかりと委員会2連覇できるように1個ずつ延長練習を大切にしていって、でまた日本一取るように頑張っていきましょう。お疲れ様です。イエーイ。今回の優勝おめでとうございます。みんなまた新しくこう白鴎大学の初優勝、リーグ戦初優勝っていう歴史を作ってくれたので、それはすごく感謝してます。でこの優勝は、まあ、大学のサポートもあるし、もちろんみんなの家族だったりとか応援してくれるファンの人の後押しを受けて、で学生スタッフが全試合映像を撮って、で、まあ、試合出たいのを我慢しながらもアジャストのメンバーが相手のフォーメーションになってくれて、でそれにみんなが応えたっていう全部がつながって出てきたものだと思うので、まあ、長い期間で怪我したりとか調子が悪かったりとか、まあ、そういうのはいろいろあったかもしれないけど、でも全員前に向いて一生懸命、頑張ったと思います。いいじゃん、初優勝最高じゃん。でも超最高じゃないね。確かに、確かにね、超最高はインカルで見せてください。でも初優勝おめでとう、最高。Yeah.